FAR マネージャーは、マイクロソフトウィ Windows 向けファイルマネージャーの一つで、ノートンコマンダー a ローンの一つ。FAR は、ファイルアーカイブの略。FAR マネージャーは、Win32 コンソール API を使い、キーボード操作を基本とする。WinR などの開発でも知られているユージン、友人ローシャルが、もともと開発したが、 2000年以降は FAR グループと呼ばれるチームに開発が受け継がれている。新たなユニコード対応のブランチはオープンソースとなっていて多くの開発者を引きつけている。FAR マネージャーはビューアとエディターを内蔵しておりカスタマイズ可能なユーザーメニュー、ツリービュー、ファイル検索、ファイル比較。 統合ヘルプ、ツール群のタスクスイッチャーといった機能を備えている。マクロやプラグインを使って機能を拡張可能である。FAR マネージャーのデフォルトのインターフェースは2つのファイルパネルとコマンドプロンプトで構成される。パネルは表形式でカラムとして何を表示するか、どういう順序で表示するかは完全にカスタマイズでき、操作は どちらのパネルに対しても可能である。ファイルパネルの機能として、ワイルドカード選択、高度なフィルタリング、ソート、ハイライト表示などが可能である。ファイルパネルとコマンドプロンプトは同時に使うことができ、ほとんどの機能はキーボードショートカットを使って利用できる。画面の最下端にはその時謳歌している就職キーに対応したファンクションキーの動作が表示される。 プラグインを使うと機能を拡張できる。デフォルトでインストールされる標準プラグインとしては、FTP、Windows Network、拡張可能なアーカイブファイルサポート、一時パネル、仮想ファイルシステム、プロセスリスト表示、印刷マネージャファイル名の大文字、小文字コンバータ、エディタのプラグインとしては、テキストのフォーマット表示、折り返し表示などがある。 サードパーティのプラグインは、プラグリングというリポジトリから入手可能である。よく使われるプラグインとしては、正規表現検索、置換、テキストエディタ用のシンタックスハイライトや、自動保管、SFTP、SCP、レジストリ仮想ファイルシステム、セブンジップ、バイナリエディタ画像ビューアーなどがある。また、トータルコマンダー用、 プラグインを FAR マネージャーで使えるようにするラッパーもある。FAR マネージャーはレアソフトが配布しており、ダウンロードは無料である。1.70シリーズは40日間使用可能なシェアウェアだが、旧ソビエト連邦に属していた国々の市民には、非商用目的に限ってフリーウェアとして利用可能としている。2007年10月26日。 開発版のソースコードが修正された BSD ライセンスでリリースされた。ありがとうございます。